高校サッカーってなるとこう学校生活も含めてなので、サッカー以外のところでも関わったりして、その仲間の友情とかそういった部分とかも出るようなプレーっていうのもあると思ってて、そういう熱量とかそういう気持ちのこもったプレーっていうのが多く出るようなのが高校サッカーの魅力かなと思います。部活動はクラブと違って学校生活に密接に関わっているので、学校の一生徒なのでまず勉強しに来てるっていうのが第一で、まあ、クラスでの役割だったり学校行事でちゃんと関わるとか、まあ、そういったものが、サッカーにつながってるっていうところが、まあ、例えば海外とか日本のクラブでもそうですけど、そこがサッカーの関わり方が他のなんか媒体と違うのかなっていうところで。全然ダメよ。これボツだ。指導者としては今10年ぐらいですかね。目標としては、トップオブトップ、まあ、要は日本一っていうのを、まあ、彼らは大きな目標として掲げてやってます。みんなが同じ絵を描いて、みんなで同じものを掴み取りに行こうって言った時のエネルギーはやっぱすごいいいものがあるので、それはすごい調子だったと思います。逆に短所って言ったら、まあ、それのせいなんですけど、本当にまとまらないと全然こう力を発揮できないというか。この高校のキャプテンをしています。高校2年生です。サッカーだけじゃサッカーはやれないっていうか、その日常生活と結びつけて考えるっていうのをよく言われてて、やっぱりさっきも言ってたように周りを見る力っていうのはサッカーのプレーの中でも大事になってくるところだし、今いるから、この高校の副キャプテンをしています。自分は小学校3年生の時にこの高校の試合を見に行って入ろうっていうふうにその時に思ったんですけど、小学校の時から高校サッカーの全国に出たいっていう思いがあったので、まあ、夢の舞台みたいなところがあります。ここの高校のマネージャーをしています。私の将来の夢が看護師だったんで、自分の担任の先生がサポートするっていう面で経験になるんじゃないってすごい推してくれてて、なんかマネージャーって大変だねって結構言われるんですけど、でもこういう楽しいことがあるし、こうやってみんなと価値を分け合い与えられるっていうんですかね、ことが結構誇らしいよっていうのをみんなに伝えることができるので、私にとっては一番の青春かなって今思ってます。大学生になって部活を続ける子っていうのはちょっと非常に少ないので、本格的にやる最後のサッカー人生というかサッカーに関わる期間になってる子も多いんじゃないかなっていう印象です。将来どうなるんだろうっていうワクワク感に近いというか、まあ、どうなるか分かんないですけど、やる終わるなら後悔なく終わりたいなと思います。それはないんですけど、これから見つけていきたいかな。他のサッカー以外のところにもやってみたいなって思うことが見つかればいいかなと思います。なんかいろいろと楽しみですね。はい。